じゃあ、A 対 B になるんで、B チームは誰か1人、2回、で、2回出る人は同じキャラはなしです。あ、そうなんだ。そうです。はい、2回出たい人は、サブキャラ使える人は2回出てください。キャラは自由ですよ。ただ2回とも同じではダメと。そうです。2回出る人が同じキャラを2回使うのはダメです。じゃあ先方、スギちゃん。スギちゃんいません。スギちゃんいないの？いないです。マジか、ほぼ山はいるのに。はい、じゃあ A チーム 1P 先方出してください。 A チーム先方、なぜかシノニーが座っているぞ。先方シノニーエッサが、これはかぶせれるキャラいないっすね、これ。まあ、S サガーにかぶせれるキャラといえばバルログ、バルログ、ダルシム、バルログ、ダルシムしかいないかな。しかいない。さあ、どうする。さあ、しかし男はバイソン有利と言っていた。言ってない。さあ言ってない。さあ、配信、あれ前言ってなかった、バイソンいてるって。配信で誤情報を流すのやめてください。この間言ってたばっかりな気がするんだけど。この間の反省会の時言ってたような気がするんだけど。さあ、しかし言ったのは男バイソン。おっと、騙された。しかし男バイソン、ね、シノニー戦がめちゃめちゃうまいんだよね。びっくりするぐらいうまい。シノニー戦の男。シノニー戦だってなんかね、そんなことできんのみたいなことをなんかすげえ やりまくって勝つんだよね。シノニー戦を世界一やり込んでいる男。さあ、しかしシノニーをそういつもいつもやられるわけにはいかない。いや、これもゲージあるんで、サガットは。おっと、しかし対空ダイヤシ、あおーガード。男、なんかシノニー戦になるとなんか反応がすごく良くなるんだよね。おっと、しかしバイソンの飛びにしっかり対空を出したシノニー。しかしタイガー、ピオリソまだ、もう大丈夫。さあ、あー、潰れる。サガットの飛びは鋭い。 S サガの飛びはさらに鋭い。お、当たんだそれっていう。しかしまだバイソンサガット体力的、うわ、遅らせサガチュー。あの遅らせサガチューがね、シノニーによく当たる。はい、今日は伝統の一戦見れないです。なぜならスギちゃんがいないから。伝統です、大山伝統。あっと、これはサンダピオリーチから、お、よく飛びからあれグランドまでつなげましたね。そうそう、さんね、あれは俺は死ぬほど練習したと。あれめっちゃむずいですよ、ね、むずい、うん、まあ、ブランカの三段よりむずいからね、あれ。あ、ブランカよりむずい。ブランカの三段ですらできる人結構少ないのにね。うん、いや、あー男、やはり死の兄戦はなんか異様にうまい男。死の兄戦をやり込んでいる男。なんかね、あの場合でタイガー、じゃあ下タイガー、強タイガー反応できるのすげえんだよ。さあ、これで、ね、あの前だとあんま反応しなくせに。さあ、 A チームは次はどうする。さあ、これでバイソン戦にかぶせていける人、俺はバイソン戦得意だという方いますか。バイソン戦得意な方、バイソン戦に自信のあるお方いませんか。いない。愛人さん、バイソン戦得意じゃなかったあんた。あ、眉村さんが行く。愛人バイソン戦苦手だって、得意じゃなかったっけ。ほら、愛人バイソン戦得意だから行ってほしかったけど、バイソン戦自信あり。しかし、まあ、パートナーのあれですね、 S キャラの形は S キャラで打つと眉村が言った。眉村、今日は電車大丈夫なのか。うお、しかし振り向き。さあ、バイソン戦が、しかしこれ、さあ、竜巻からの、竜巻ではなく、男がなんとかし、あっ、キャッ、どうだ、これまだ、うっ、さあ、ゲージが溜まりそう、あー、ダイヤシ対空、これは前村。さあ、タンパ、これはバイソン OK でしょう。あの壊し一発とね、ゲージ分だったら、ね、圧倒的にゲージの方が得意です。投げ、さあ、眉村がここまでいい感じ。
さあしかし男は端っこに追い詰めてグラウンドを打ちまくる。クレイジーはおお、さあ三段が入る。おお、さあしかし眉村の謎の壊しバリアを、さあ壊しバリアからさあ使われている。おお、やりに行った裏。いやこれは今のやりに行ったらちょっと男さんの焦りを感じましたね。このまま待ってても当てる可能性があると、そういう判断からのやり位置でしょう。さあそれだけ男を追い詰めた眉村龍だが、男の球が当たる。タッパは痛い。このゲームは、あー男は乗ってしまう。これは結構龍はもうきついぞこれ。さあクレイジー持たれてるんで大足をある。レンガ S 龍だとレンガになるから大丈夫ですね。あ、なるほど。さあ動かない。なんだ動く必要がない。うわー、さあクレイジーがあるが、まあガードで削れない。おお、どうだ、おお、どうだ、ピヨリよ、ピヨリが、あ、今の中盤は、ああ勝利打ってればピヨって勝ってましたね、あの中盤に。さあここはじゃあバイソン戦に得意と言われている廃人が行かずに、おギディが同キャラに行く。お、格付け。さあ、さあバイソンどっちが上かを、いないのこのチームと言われましたがいません。残念ながら今日いる、あれヒデは、ヒデと闘魂が新チームなのか。あ、そうですね、分ければよかったかな。まあいいんじゃないですか、ゆうべ側が A チームいるし。そうなんですよね。さあ勝っているのはどっちか分かんない、ビディが勝っている。まあ、しかし、この体力差はさすがに男も、男バイソン、バイソンは結構やってるイメージがあります。なんといってもこの同じ色のね、すげー強い大阪のバイソンに同キャラで勝ってましたから、これはね、男、あ、打ちが続く。あっと、混じれている。さあこれはしっかり B がクレイジーで一旦逃げてしまう。これはちょっとクレイジーが、おーっと男がやりに行かない。おーっとシャガチューが、さあさあこれは男ラッキー。さあクレイジー離して、これで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 、あー、ビディが勝った。さあやっぱバイソン倒すならバイソンか。まあ同キャラはね割と運ゲーになるなりがちですので。お、そしてチュンリーをかぶせていく。かぶせていった。しかしほぼ山ダイヤではバイソン、チュンリーはスギちゃん以外には勝てないと言われている。さあ一方のビディはチュンリー戦はちょっと練習してます。なぜならチュンリー戦の10先をやったからです。この男強権。さあパレにはやられてしまったが、ほぼ山にはどうか。さあほぼ山がうかつなことをした。まだ残る。いや、ほぼ線がある。ほぼ線がある。誰なら死ぬよ。うわお、投げる。死んだ、本当に死んだ。いや、減りすぎですよ。そうですね、ほんと減りすぎです。さあこれはほぼ山ペースか。このキャラは投げてもし減るし、戦列あるても減ります。そして百列も減ります。さあゲージ持っているぞ。ヘッドが当たってビディが、あーっとほぼ線は当たらない。いや、移動しましたよちゃんと。真ん中に行ったんですけどね。さあヘッドに当たりに行った。何読みの背中蹴りなんですかね。大山なんかあのくらいのなんかちょっと遠目の背中蹴りが多いですよね。遠目の背中、遠目の背中の方ですよ。俺の背中を見て育てという熱いメッセージかもしれないですね。大山の、大山の背中を見たからには負けるわけにはいかない。しかしこのクレイジーに当たりそうな百列。さあ大山の戦列が火を吹くか。戦列が、戦列当たれば、おっと、さあ移動したぞ一気に背中。さあしかし、これはお動物、やはり大山は、いやちょっとかぶせ失敗になってしまう。そうですね、スギちゃん以外のバイソンは苦手としています。
さあこれで B チームがじゃあ誰でバイソンに勝つのっていうことになりますが、まあバイソン大嫌いなバイパーが出ることはないとして、友田草西野忍、これはまあ忍がかぶせに生かされるんじゃないかなっていう気もしますが、おっおっと草が行く、これは確実に止めに来た。あでも2キャラ使えるんで、草が本田とチュンリーっていう説もありますんで、今のうちに1キャラ使っとくという作戦かもしれないですね。そして草もバイソン戦は得意、なぜならバイソンとジュースだけをやったから、元から得意だった説あります。まあ、最近評価が高爆上がりの草チュンリーだが、ゲン投げてビリがテイクられる。さあほぼ山に勉強させていただいた春物さん、チュンリーが百列が早い、こいつ大百列が出る、大百列早いんだけど全部大ですね。キックの前衛が早い、早い百列、百列が全部大ですよ、やばい。さあ草は雪の風押しができます。チュンリーで雪の風押しができるのは草だけと言われている。そしてバルノゴ、ああなるほど、バルログ、チュンリーにはバルログ。さあオーバーさんですかね。さあテラーではなくバルセロナで対抗しに行く。さあかぶせられるか、あスピバ、スピバで逃げたが、さあ戦列がたまらないので、さあ百列、さあ百列、さあ中百列ですね今回。おーっと、しかし何かしができるこの男。さあ百列当たって、さあ飛びが、さあテラーに勝つ背中。うわー中足投げ。さあ大山の背中とはちょっと違うぞ。さあほぼ山背中を使った。俺はほぼ山の背中も使えるんだ。ほぼ山リスペクト。さあ投げて、さあちなみにあの角度でバルセロナガードすると投げ角まであります。そうっすよね、振り向かない。さあ背中ほぼ山、さああれバスライディング読みなんですかね。ああなるほど、わーっと、うわーこれはーこれはー、さあ殲滅が、あー削れてしまう。これがバルログ。さあ最後リバサテンションを出せば当たったような感じがする。テラテラ減る、うわーテラーと爪立てで半分近く減っている。さあさあ背中から中盤、うわーやだし爪。さあこれは草苦しいか、あーうわースライディング狙いの背中蹴りっぽいですね、欲望の背中だった。自分の背中を見せたかっただけではなかった。それはそうですよ、そうかな。さあバルログにかぶせていくキャラは、バルログにかぶせるのは、さあ友座が行きそうかなと思ったが、まあ友座さんか、まあ、キャラ的には、まあ、草本田とか、まあ、しのあれ友田ではなかった、草本田、なるほど。さあ、あでも本田でもきついですよね。そうですね、荒本田とか中村本田あたりはかなりバルログをおかずにしてます。テラ表、しかしサブキャラの本田でバルログはどうなのか。あのバックジャンプ大パンされてるだけで割とホンダやることないですよね。それはあの X
島ニアガイデンの野口バルの舞台クスモンの本棚ですね。あーしかしこれははめていく、はめていく、もうハメモードに持っていくしかないですもんね。そうですね、まあ、テラー出されたらしょうがないまであります。あ相手リバタ失敗をお願いするしかないですね。しかしおいら、あさあこれはあー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 さあこれでどうする、残ってんのは、今のは草本でありそうだったんですよね。友が西野バイパーさん忍ぶ、うん、結構残ってるね。てか今日人が多いから、そうですね、8対8なんで、さあ跳ね返って、さあ友がここはでも勝ってほしいところですね、チーム的には。しかしバルログは全キャラ有利と言われている。うっと、しかしでもベーガはね、他のキャラに比べるとかなり戦えるキャラではあります。そうですね、バルログ的に結構ベガ戦はやりにくいですよね。そうですよね、 DJ ホンダの釣りぐらいに嫌なんじゃない。いや、ホンダは嫌じゃないんじゃないですかね。ホンダ嫌らしいですよ。嫌なんですかね。バオが一番嫌いって言ってますね。ちなみなのと有利だったらどうなのか分かんないですけど、でもアラホンダさんが魔王にもオペ前にもほぼ5分以上つけてるって話を聞きましたし、わすごいですね。それを聞くとホンダ有利もあるんじゃないかと。いや有利はないですね。64ホンダ、あホンダ使い自らがそう言うなら相当自信があるそうなのか。しかし僕はアラホンダのバルログ戦見たことないです。さあなかなか捕まらない、どっちもなんか捕まらない。これでさあこれはこれはこれはどうだ、時間がないぞ。うわ、チューチューしっかり、うわさあこれはオーバー、完璧な試合運びだった。残りはバイパー、西野、忍ですね。おつってますね。バルログを、もしバルログ倒したとしてもさ、ユーベガとか残ってんだけど。さあ B チーム、おつやムードが払いたい。これはもうバルログ出すしか。お、バイソン、シノブってバルログ使えるの。バルログ出すしか、それはほぼ山相手しか使ってないとかじゃないの。瀬尾さんに、さあしかし忍はヘッド、おっおこれは忍バイソン、テラバイソンもね、バルログ結構いけるらしいですね。タマちゃんがね、マオとオペマイどっちかには勝てると自信を持ってました。ちなみにどっちかに勝てるときはどっちかには負けるらしいです。どういうことだ。なんか対応が違うから、どっち両方両対応できないみたいなこと言ってる。両対応できない。タマちゃん理論なら同じキャラだけど、ちなみにタマちゃんは反応、バルセロナに対するバックジャンプショーパンチの反応が素晴らしいです。さあちょっと B チームがまずい雰囲気が、忍がバルログを倒すことができるのか。アオバがしっかり爪でをさ飛んで、さあ玉島投げからの玉島投げる、玉島からの玉島、あれはあのテラー透かせる飛びですかね。まあ左画面左足なんで、テラーのためが消えるかな。バイソンどうだったっけ、ソキャラ的には。あうわこっちは手られるはずだが、さあもうおっと、しかしガードされようが当たろうが関係なし、さあこれしかない、もうもうそれでいいだろう、もはやこれしかない。さあしかしかなり体力は取っている、体力差だいぶあるぞ。相打ちで OK、 あっぱーが出てま、おお、さあ止めた、さあ忍が止めて、 A チーム残るは誰が、ゆうべが長州、俳人、いわきですね。さあバイソン戦行きたい人、
さあ廃人が座った。お、あバイソン戦そういえば自信があると。俺は自信があると言っていた。まあ廃人で自信がある組み合わせは本当に強いんで、これはやってくれるでしょう。さあちなみに廃人自信がない組み合わせは本当に弱いんでね。こんな流通があんましないですよ。あーっと、しかし安く当たった。2発は OK。 さあ真空があるから全然まだ。おお、2ヒット。さあ今の勝利は真空っぽいですよね。さあ欲望の前あるから、さあ大足波動は割れそうだったが、さあ忍がグランド、おっとやりにいっている。さあ埋めて埋めて、さあそれ。はい、残るは岩城さんか長州さん。岩城さん自信があるなら言ってください。自信がないなら僕行きます。はい、行ってほしい。はい、さあじゃあ長州さんが出ます。あ、 A チームがあとゆうべがさんと長州さんと岩城さんですね。で B チームはあと忍と西野さんとバイパーさんか。さあ長州剣対忍バイソン。さあ下段ガードしてる。投げて飛びから、さあはめていって壊し連発、壊し単発確認。さあ長州さん冴えている、いい動き。波動拳足に当たって二択が、さあはめていく二択が、今見てましたね、見てましたね。昇竜読み、おっと当たる、うわっ引っかかって。さあスパコンあるからあんまり波動拳打てないですね。波動拳はちょっと危険だけど、危険だけど打っていく。ちょっと出てないですね。ためがないのを見て打ってるのかな。危ない危ない危ないですよ。多分出てなかった。あ、投げ返した。アタック投げ返して、投げて、さあこれはもう確定削り。今ね昇竜出たんですけどね。出てましたけどね。おっと一番、おお、うまい。アントミナってなかったようです。よし、さあまだゲージがないので波動拳が打てるか。おーすごい昇竜拳。これは投げ、あ投げて、あーあーさあ大足波動やってしまったが、レッパーか確定しない。あれなんでだ。さあ忍が大活躍ですね。今のレッパーあれ本来は確定ですか。確定のはずですよ。確定のはず。じゃあちょっと遅れたか、足でもいいかなと思ったんだけど、安全策を取ってレッパに打ったのしたのに。安全策が不発。さあこれは岩城さんのガイル。さあ岩城さん倍速戦なんか自信なさそうなんでしたが、その A チームは残りこの岩城さんとあとゆうべがさん、まあ、ゆうべが残ってるんでまあ大丈夫だとは思うんですが、さあしかし岩城さんいい感じですね。さあバイソンダイルはね、金子のバイソン戦がかなりお手本になると思うんで、裏剣、あの金子対 MB の10先じゃない、いや4先かける3のやつはもう一生見てください。一生見る教科書。わさあ、あと狙いはいいんですよね、あれちゃんともう一回、あのね、台足の2回転目にね、グランド打とうとすると見てからサマーができるっていう。ああなるほど。しかし止まらなかった。あっ台足、さあ忍が上手くて相打ちは良くない。相打ちはさあこれでクレイジーがあるんでね、ガエル的にもあんまり無茶はできないんですが、とりあえず打たしたいですね。裏剣、さあいいソニック裏剣、
からの、まあ、クレイジーは怖くない。怖い。これがあるんだよな。おっと、迂闊でしたかね。はい、ゆうべが先生お願いします。死んだ。あ、ゆうべがさん、あと100円ください。あと2人かな、バイパーと忍。あ、あと西野いんのか。3人、ごめん、ゆうべが3人。さあ、3対1。さあ、味方が頼りないと、ゆうべがが。さあ、しかし、まあ、途中までは A チームだいぶ優勢だったんですけどね。そうですね、 S サガとかマルドクとか強いキャラが頑張っていたんですけど、 S サガ頑張ってないか。さあ、それ以外がみんな不具合なかったですね。この画面端、うーわ ー, うー, わー、はいはいと。さあ、ユーガの端っこ攻め強いね。走っちゃうと地獄ですね。さあ、ピョリド。ああ。はい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 と。チグ。やりたい放題。やりたい放題。さあ、残るはバイパー西野ですが、まあどっち行っても一緒でしょう。さあ、どっちから行きますかね。だって僕大将だからね、相手。先に行きたい方が行ってください。あ、バイパーさんですね。レバーがおかしいとユーベガからクレームが。ちょっと待ってくださいね、バイパーさん。レバー交換を希望されてます、ユーベガさんが。斜め上に入んない。はい、というわけでしばらくお待ちください。さあ、今日はニュートンたくさんいるんですけれども、コメントは春もこさんしか。さあ、どうだ、ゆうべがレバーどうですか。ダメそう、大丈夫。変えなくてよかった、ゆうべから気のせいだった。まあ、とりあえずゆうべがチェック的には大丈夫だったと。さあ、ちょっとこの試合は、バイパーさん倒してもらって、仕切り直しと。そうですね、せっかくキャミステージなんでね。キャミステージなので。さあ、じゃあここから続きです。さあ、今日はキャミがいないので、一回キャミステージになればもう、まあ、うん、そうですね、ずっとキャミステージです。さあ、ハックンがいないですね、珍しい。うん、溜まってる。さあ、ホームランを打つことができるか、バイパーホーク。溜まってる。さあ、デビリバが相打ち。絶対事故らない打ち方のデビラですね。さあ、1個しっかり止まっている。そしてデビリバなんか溜まって、ね、当たんないですね、一見溜まってなさそうなんだけど、しっかり溜まってるんで、当たるか相打ちになるか。スカルから相打ちになるかっていう触り方ですね。さあ、めくりは。さあ、しかしこの画面はちょっと怖いですよ。あ、死んだかな。あ、これは、はいはい、うーん。さあ、もう一回、はいはい、ぬーん。いや、完璧です。これは完璧、バイパーホークは。さあ、ダブルに当たって、さあ、めくり、さっきこっからね、入れ替わらなかったんで。そうですね。さあ、中大、うお、中大が当たった。もっと痛いのを入れた。これが有名な実況の想像の上を行く。あっと、相打ちを取っていく。相打ち体育。さあ、大将戦です。さあ、西野大将、西野大将。
西野大将。さあついに出てきました。お願いします。面白い試合を期待します。さあ大将、西野さんもね、一発ありますから。この男成長しているところを見せてほしい。龍はベガには勝てるんや。ちなみに僕は龍ベガはベガ有利だと思ってます。お、マジっすか。ケンベガは剣有利だと思うよ。さあしかし西野、さあこれ投げて、さあ端っこ端っこ、いいぞこれ。鎖骨、この鎖骨が、鎖骨がさあ、ちょっ飛び、さあ投げて、投げ飛んで飛び投げ返して、さあ真空も投げ止めもある。我慢できるか。とりあえずガードさして、あっとまだまだ、うわさ時間がないぞ西野。あーいやー惜しかったな今の。でもいい試合ですね。さあ画面端に追い詰められてしまった。これはあーっと欲張った。ゆうべが相手にあの密着が良くない。おお投げて投げて、さあゲージを貯めたいのか。さあゆうべがは、おおっと見てからんで、竜巻からの、さあ飛んで、投げて投げて、さあ投げて、うわぁダーシャガミ大さん痛いですね。うわぁ大ダブルに、これはー削り角だが、西野いいところを見せた。はい、じゃあ A ですね。負けはしましたが、全然ありそうだったですね。あと一息ですね。まあ、ゆうべが相手あと一息は相当苦しい一息なんですけどね。はい、じゃあ負けた方が連戦です。 B 対 C です。じゃあ B 対 C は普通にあの7対7で全員 1回ずつ、まあ、1回なしと、うん、全員1回ずつで。じゃあ 1P、2P は先出し後出しのジャンケンをお願いします。さあ、ピロニーがいます。そこにピロニー、はい、C チームね試合になります。闘魂さん、ジャンケンしたくなさそうなピロニーさん、ジャンケンしてください。あと仮面人さんパンツデカミちゃん、仮面人さんでもいいですよ。あとピロシさん、ヒデ鈴鹿さん、ああ、B チームが阿蘇らしい。いいの、ほぼ山何に使うの。え、あ、BC ですよ、BC BC です。え、なになに、シノニージャンテンしたのお前A がジャンケン、さあ、B と C ですよ。ジャンテンしてください、西野さん、ジャンテンしてください。やりたくない、俺はジャンケン弱いからさあ、はい、勝ったのは先出しか C かぶせか後出しかコンパネ。後出し、ね、C は後出しです。はい、 B はじゃあ先方 1P、2P か決めて先方座らして始めてください。さあ大将行きたくないなら西野さん先方っていう線もありますよそうっすね 1P 1P。さあ、B チーム 1P 安定のほぼ山、安定のほぼ山。さあ、誰がかぶせられても安全のほぼ山。なぜなら、すべてのキャラに不利だからかぶせが、常にかぶせが成立するので、まあ、これは逆に何を出されても大丈夫というこの頼り確かに力強さですよ。確かにこれは究極の後出し対策。そうですね、後出し対策できています。完璧ですよ、完璧ですねお前が後出しを選んでくんだな、こっちはほぼ山を出すまでだっつってやっぱ対策が完璧すぎますね。さあしかしほぼ山、相手がほぼ山に何を出すか迷ってるね迷ってますね。これね、逆にね、ほぼ山に負けたくない人がいっぱいいるんで行きづらいっていう、ね、行きづらいさあ、これ、竜、あっあっと、ほぼ山逆指名できるよ、これ。さあ、CPU 倒してしまったのでちょっと待ってさあ、C チーム、あの、集まったよ、でも、ほぼ山が CPU 倒すまで待ったんすよ
さあ集まってください。ここやっぱ本当に負けるまであるからね、はい、CPU に C チームね、闘魂、破天荒、仮面人、パンツデカミちゃん、ピロシ、ヒデ、鈴鹿チームです。ピロシが奇跡で、じゃあお前ら選べと。さあほぼ山、このまま残機も倒しちゃいますよ。あ、いや残機に負けそうですよ。さあほぼ山残機に勝てるか。あれ帰んの。まあしょうがないね。まあ用事があるのはしょうがないです。さあ A チームからシノニーが離脱して代わりにハデが入ります。いやあの7人だからちょうどいいんじゃないですかね。そうなの。A だけ8で BC が7なんですよ。うん、だから今は全チーム7人になりました。さあほぼ山に誰も行かない、これは。さあ皆さん恐れてます。恐れてますね。もう恐ろしすぎる。さあ C チーム、さあみんなほぼ山が怖いんや。ほぼ、あ、残儀まで。まあ2回指名できますか。あれ、本田、ヒロシが指名された。お、指名権使う？指名権使ったのかピロシが座ったのかちょっと分かんないですけど。分かんないですね。え、どういうことだ。さあ、ホンダですか。ほぼ山にホンダ。さあ、ほぼ山対ホンダは相性いくらだ。さあ、はめられている。さあ、Cチーム、おっと大パンチへ欲望。ほぼ山なら大パンチでも大丈夫だろうと。ほんで、あっと、しかし空対空うまい。さあ、これ死んだか、ほぼ山死んだか。おお、リバーサル出た。ほぼ山がリバーサルを出して空対空515ですよ。ほぼ山がリバーサルを出して空対空。心の俳句ですよ、長州心の俳句。さあ、ほぼ山がリバーサをリバーサを出して飛び越し投げ、コパン、あーリバーサを出したとこまでは良かった。いやでもだいぶ、だいぶ追い詰めましたね、リバーサ出して相手チームに恐怖を与えたという意味ではだいぶほぼ山だいぶ仕事しましたよ。そうですよ、ほぼ山がリバサを出して空対空、皆さん覚えてください。さあここで、さあホンダですから、ああ、忍がかぶせていく、かぶせる。さあいろんなキャラ使えるのでこういう時すごくね選択肢が豊富です。あの間合いで中足が対空になっちゃう。さあピロニーが、怒りのピロニー。さあ DJ 一番きついまでありますよね、ホンダは。どうなんですかね、チュンリーのがきついんじゃない。チュンリーのがきついか。さあピロニーうまいぞ。そう、いい勝負。うわー、あれね、 DJ ジャックライフ、ホンダダイエットも効かないんだよね、確か横幅でかいから。カラダンプでも大体当たっちゃうっていう。今のは当たってないと、草さんから注釈がつきました。あーっと、追い詰めている。さあしかしここまでは忍ぶだねやピロシいい感じ。炸裂、いや、スト6みたいにコマンドで100列出ればだいぶ違ったんでしょう。うーっと、ダイスラーしっかり。さああとちょっとなんですけど、このあとちょっとがなかなか、あー、ゆうちー、うまいぞ。さあ、あの画面端ね、あのオカマキックをどうするかですよね。さあ、しかし、忍は、おっと、オカマ、オカマから飛んで、あー、これはやばいぞ、どうだー、うっと、運がいい、運がいいというか脱出。俺ピロシがあれですね、手堅く
手堅くというか、まあ、殺したかったんですよね。お腹で腹を掴んで下に飛びして終わらしたかった。うわー、しっかり出ている。そして忍もしっかり出ているが、これは鬼無双で死ぬのかな。 KO ゲージ光ってるから死ぬそうだ。さあ時間が、おお、あああ、やはり死んだ。 KO ゲージあるとねちょっと減るんですよね。ああ、これは大金星。さあ忍がかぶせ失敗。あ、次はさあ西野。お、西野さん今度は早めに出てきましたね。大将にならなかった。さあこれは、あ、このガン、死んだ。おっ、投げ返した。さあここはね、西野さんしっかり勝ってほしいですね。うわ、あ、大キックが、大キックが、だ、大キックが、だ、おお、受け身がない。あれ、うちに仕込みたいですね、あの、ブルンダで。ああ、大キック。蹴って。さ、昇竜出ない。当てない。おお、これは。ああ、投げ当てたんだ。さあ。これは。って言われるわ、そりゃ。さあ、チーム。さあ、これで、ね、西野さん。気にしなくていけるか。チームメイトから気にしなくていいよと言われている。さあ先ほどあれが出ずに死んだ。ソウルで見てから、見てからですね。そんなことができるのか、あなた。さあ反応早い。あの昇竜出せるんだったらだいぶ本出せる、楽っすよ。さあ忍が後ろでさっき見てからやってくれた。見なくても出るまで ある体育ができなかったんですけど、おっと、しかしこれ、うわ、見てから、見てから、ワンピーでこの昇竜、これ西野さん覚醒してますよ。やばいですね。飛んで、うわ、しかしピロシモ、さあ今これは西野さんやばいぞ。あー、ボタンが違う、まずい、ボタンが、まずい、あー苦しい。さあこれで鬼無双では死なない体力だが、あー、あー、もう苦しまじでのバックジャンプ大ヒックが、だからですね、ほぼ山イズムですね、今のは。やばくなったら画面端でバックジャンプして、キックを押せばなんとかなる。やっぱ人間の本能ですからね。危なくなった。なんかうまいとことダメなとこが、すーごい極端でしたね、西野さん。さあ、あのうまいとこだけで構成されたら、最強竜になれるかもしれない。さあ、これバルログ?そうですね。さあ、これ。これは仮面人さん。あ、仮面人さんのバルログ。さあ、おっと、うわ、早らしい。おー、勝利出る。おー、真空からの。さあ、おっと、さあ、これは、うわ、今のは竜巻を入れておかないと怒られるやつですよ。さあ、後ろで忍が、なんで中竜巻仕込んでないんだよと。サードデーに怒られている。さあ、チックチック。さあ西野さん、やはりなんかうまいとことダメなところ極端で。さあ得意のバックジャンプ大キック、あ、うわ、ピョッちゃう。痛いね。いやー、テラーは勝利点が出て、さあどうだ。うう、中和シャドウ。さあ真空が当たらず、これはもうバンジーキューすか。さあしかし本田を倒すという仕事はしました。さあバルログどうする。さあ B チームバルログにかぶせられるキャラは、先ほどは草本田、友田ベガと出ました。あ、西野やねえわ、ヒノブバイソンが最終的には倒したのかな。しかしもうヒノブバイソンはこの世にいません。いない、いない。どうする。さあバルログが倒して弱指名をするか。さあ男バイソン、さあやはりバイソンですかね。まだやはりバルログを倒すのはバイソンの役目なのか。バイソンですよ。さあピロシが打ち切る。まあ確かにピロシは残すべきでした。
どう考えても。だってベガいるんだ、ベガベガかぶせるんだ、ヒロシ本来であればね。俺は ベガに出るんだからお前ら誰か行けよと言いたかったヒロシ。さあ残念ながら C チームには、 C チームちょっと不穏な空気が、そうですね、味方がいなかったということですね。てかチームリーダーがいないですね、 C チーム。ヒデがいない、ヒデどこ行ったんだあいつ。さあ男が、うわ、さあアッパーからの、なんか爪が困ったシューズ、あー正面衝突。あれだけ中継を打ったらさすがに当たるよ。ボタン押しすぎないからでも。さあバイソンにはチュンリーがかぶせていく。チュンリー、バイソン、トコン、さあどうですかね、闘魂チュンリーバイソン戦をやっているのか。おー痛い、うわーピョッピー、はいはいはっ、あーっと闘魂コンボ。さあ今のはピョったのが、おちょっとピョンなければどうか分かんない展開でしたけどね。さあこれは、おー見てから、見てから、さあ今日は見てからみんな結構いい感じ、みんなやってきますね。そうですね、レベルが高いですよ、ニュートン対戦。うわー見てから、レベルが高いですよ、ニュートン対戦。ニュートン対戦って言いづらいですよね。あー、うん、レベルが低いですよ、ニュートン対戦。いやいや高いですよ、大丈夫です。大丈夫ですか。さあ見てからができる男たち、さあゲージを貯めたい男バイソン、半分貯まったが、半分貯まったが、貯めてます、貯めた、6割減っている、6割、4割減っている、あー死にそう死にそう死にそう、うわー、たまらず出したが、たまらず出したが、さあ戦列もある、さあ逃げて、あー死にそう、体力、あー、さあ闘魂が仕事をした。さあバイパーが行くか、まあ、ヒデに残す説もあるけどね、どうなんだろう、闘魂とりあえず倒したっけか。お、行きましたね、バイパーさん。まあそうですね、確かにかぶせ、この後かぶせで出てくるキャマもあんましないんで、早めに使う説もありますね。うっ、死んだか、死んだか、終わる、おっと、おこれは戦列読みかな、おお、うわー、うわー、バイパーはコンドルの後はめっちゃ回してます、めっちゃ回あーっと、これは来たか、これは、おお中足、お、テンションしっかり見てから、うー相打ち、あー死んだか、おー戦列出る。さあ今のでもトマホー出そうではありました。さあバイパー、おっとこれは、おっとは、お投げ、うわーしかしリバーサー台風から、あーっとスキーバーに、いやいや、うえ、今の3段目ダブル台風入りそうではありましたね、多分回したいんだと思いますが、さあこれはまずい、残りは、トモザ草しかいない、あー残り、え、もう2人か、相手は竜、ナルシムチュンリー、え、さあもうチュンリーとこんな出せないですよ、2体ないですよ、7対7ですよ、はい、もう
全チーム7人なので1人2回はなありません。さあ草さんがさあここは投稿すごくいい感じだがピョリおうコンボミスター。さあ第一班手堅い。さあ戦列があるのは闘魂チュンリーだが、さあ草も跳ね返って乗っかって、うお天使を潰せて背中投げてシールがぶっていく。さあここまで闘魂なんかいい感じですね。うまいですね。うまいですね。うん。さあ草がゲージを貯められてしまう。な引っ張り投げからの。さあ殲滅はまだ闘魂にしかない。おお。使って。さあこれはでも草はおおこれはどうだ。ガムるか。ガムった。投げるー。さあ。これは残り友田さん1人、残り友田1人で、闘魂ハテコン、闘魂ハテコンっていいな、闘魂ハテコン、闘魂ハテコン、パンパンデカデカミヒデ鈴鹿、これはめっちゃ残ってる、めっちゃ残ってますけど、まあ友田ならやってくれるかもしれない。さあ友田さんなら全然ありえま、ありえますよ。さあダブルに当たって画面端投げて、おーっと闘魂がリバサナで、おー中軸当たんだそれ、うわうわこれは闘魂強いぞ。闘魂さん妙に仕上がってますけど、さあなぜか仕上がっている闘魂チュンリー、なー何をしてたんだからの、さあ中盤ならサジ飛びになる。さあベガは正面からサジ飛び行くときは中盤で飛ぶべきです。さあ戦列がまだたまらないが、おっとこれが友田得意のダイスラー。さあ暗い、おお暗い波じゃなくてバックジャンプ、おっとしかし埋まらず。さあナイトメアと戦列両方たまっているが体力的には友田リード、まあしかし戦列食らうと死んじゃいますね。これ投げる、めっちゃ歩きましたね、足が速い。さあ、ガムって、うおー、殴った、ダブルに、さあ、天章、ガードしたが、おっと、これは闘魂がチューチュー、タコパン、やばい、投げて、投げて、投げ返して、さあ、ビンタ、やばい、闘魂がいいビンタ、このビンタは勝ちを決めるビンタが、おー、完璧でした、あれはいいビンタでしたね、あのビンタは勝ちを決めました、まさに。さあそして B チームが敗退決定。 B チームは結構強いチームだと思ったんですけど、はい、じゃあ A 対 C 勝った方が優勝です。はい、 A チームの代表の人じゃんけんしてください。ああーいいっすよ。あじはい、 B チーム代表、あーじゃない C チームね、歩村さんが先方で行きたいそうです。 C チーム誰かじゃんけんお願いします。ヒデじゃんけんして、じゃんけんするやつ誰でも、鈴鹿でもいいよ、じゃんけんした。はい、さあ先方 S 流時間がないので早く帰りたいと、しかし技待ちは許されない。さあさあ、じゃあできればね早めに入ってあげてください。はい、指名するよ、また C チーム指名されてるよ。さあこれでピロシがまた行ったら笑うんだけどな。やってクソだろうと思うね。
このチームで優勝したくないとそういう気持ちを感じるかもしれない。いや、うまいぞ。さあ、ここまでか。うお、見てからできる。見て、今日みんなに見てからできる。うまい、うまい。レベルが高い。レベル高いですよ、やっぱ。見てからできる人たち。うわぁ、中詰め見てから。さあ、井村が小足で投げれない。竜巻はテラーで負ける。さあ、勝利点を入れてカクカクしている。さあ、小足から前飛び。さあ、勝利点見てからできず。昇龍からの投げ飛びは竜巻に当たって、めくりが竜巻に当たって、これは竜巻当たって、どっちか分かんない。これ竜巻が当たって、ナゼロだった。おお、ロケッティア、逃げッティア、逃げッティア、S 龍拳の逃げッティアも強いです。さあ、眉村さん、時間ないけどしっかり勝っていくスタイル。さあ、残るは誰がいくかおっと、早くも鈴鹿がかぶせていく。さあ、これは優しさなのか。そうですね、帰らせてあげようという終電に間に合うようにという優しさなのか。とってと帰れこの野郎とさあ、そしてムーブ的にも早く殺しに行くさあ、速攻の決めに行ってますね。さあ、やはり優しさなのか。優しさがあるのか微妙な優しさ、ほんと優しいのかこいつ絶対優しくないからね。さあ、さあ、ダメし。さあ、投げる。さあ、投げる。さあ、優しさを見せていく。優しかったはい、お疲れ。さあ、眉村さん、お疲れ様です。これで終電は間に合うでしょう。さあ、A チーム残るは、ゆうべが長州、ハイビリ、青葉、怪人、岩地です。はい、青葉が言っている。あ、これは仕事って感じですね。もうダルシムといえば、かぶせるならこのキャラ。そうですね、しかし鈴鹿バルログ戦は結構やってるんで。お、飛ばせない。うー、テラー拾わず、そして重ねる。あ、これはきつい。どうだこれ。さあ、ピュルソ、ピュルソ。おお、しかしテレポ。どうだこれ。あー、テラーバカになってしまった。今のは早出し。おっと、スライディング負ける。うおー、うまい、うまい。さあ、テラーもうまい。うわー、テラーうまい。重なっている。拾った。上詰め強い。青輪が強かった。さあ、これで C チームは、チュンミー、チュンミー、リュウ、ブランカ、リュウ、ホンダ、ブランカ、ブランカ、ホンダ、チュンミー。まあ、出て一回も出てないデカミちゃんあたりが、ハンデか。お、そうっすね、せっかくなんで。パンデカかピロシかって感じでしょうね。まあ、あの16キャラトーナメントでもバルログを倒したキャラですからね。さあ、パンデカが噛んでいく。さあ、相打ち OK だこれは。しかし、これどうだ。うん、やっぱりいけるんですねこれ。バルセロナ重ねがね、あんまり有効じゃないっていうのがね。確かに重ねる自体がやっぱ有効じゃないですもんね、ブランカは。立ち回りで勝たないとダメですね。うん、まあ、ちなみに立ち回りはだいぶバルログ有利です。ブランカの攻撃、大体は爪が隠るんですよ、あんな感じでね。ああ、通常技でも。うおー、うまい。
さあしかしブランカもねバルロムには結構いけるキャラ。うわー対空見てます。さあテラー浅いなければねブランカ有利かもしれないですね。あの立ちテラー浅いなければ。なんでテラーなんか追加しちゃったんでしょうか。テラー追加してかバグでね立ったまま出るっていうのがねさあいい反応。ジャクテラー強えんだよ。隙がめっちゃ少ない。さあデカミここまでいい感じだがスライディングの先っちょ当ては最強の技です。さあうわーバーチカルが出なかったのか。噛んだ。しかし噛んだからのおどうだバーチカルからのカメができない。うーわーいやパンデカいい仕事をした。そしてアマさんも帰りますか。お疲れです。そして何も言わなくてもハイビーが自ら俺の仕事だと座っていく。ブランカなら俺だと。まあそうですね、キャラ的にはねビディが勝たなければ結構厳しい。残りのキャラみんなブランカ結構辛いキャラ多いです。メカしかしバイソン戦結構バンデカやってます。うーさあビーディがあっとリバラン食らってヘッド。うおあっと今度は逆にビーディが慣れていく。さあこの組み合わせバイソンの方が何でもない勝ってるというのが最大のポイントですね。噛んだ。うわ埋まっているが埋まったがゆえにあれですね、ためが消えたまでありますね。かんおある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 うわ後ろ向いた端っこだったか。いやしかしパンデカありそうでしたね今、はい、うまい。今のだと跳ねてくる洗いっぽいですね。さあかんでこれはパンデカのペースだ。うわぁあーっとボタン押している。さあクレイジーが溜まってしまった。うわー痛い。投げられる。さあかぶせかぶせで、まあ、バイソン相手にはまた今度は東郷さんが行くんじゃないかな。どうなんだろう。先ほどはねバイソン倒した後その後一気に全員倒してしまった闘魂チュンリーですがまた行くのか。 また行った。終わらせに行った。終わらせに行った。また俺が全部抜くからまた俺が全部抜くからみたいな感じで行ったんですか行きましたね。さあ今日絶好調の闘魂さん。おっとああれね殴る。うわーだーどうだこれ。間合いが広い。おっといい背中からの投げる。うんさあ今日のガムシャラはいいガムシャラ今日強いですよ。さあビディがさあ投げられたら死ぬぞ。ああクライナーで失敗。今のクライナーデッタっぽいですね。でも狙いは良かった。全然ありましたね。さあビリがイメージを試そう。そして闘魂もたまりそう。当ててゲージが溜まる。これはビリ的には美味しい。さあクレイジーをどうするかですね。さあヘッド確定して短波溜めてた。うえうっ長い。うわー相打ちから。おー相打ち。これはビリがいい。うまい。さあこれはねパレッジ戦で練習してきたことができた感じか。
さあチュンリーがかぶせにならなかったのでもう一回チュンリーが出せる。もう一回チュンリーか、まあホンダか。残りはハテコン、ピロシ、ヒデ、ヒデですね。はおっとチュンリーをかぶせさせずにピロシが行くのいいの。本当にゆうべが残ってんだよ。さあピロシをゆうべがに使わずヒデが俺がゆうべが倒すということか。これそういうことでしょう。さあピロシはねバイソン戦うまいんで確かにまあかぶせになるのかな。しかしここまでビディがいい感じ。うーおクレイジーで削りいけずいかず手堅い。これクレイジー打っちゃダメなんだって。どうなんだろう。ドスコイガードスタートってホンダもダメない。あーガードスタートはもうどうしようもないのかな。あ鬼武装があると大丈夫なのか。いや鬼武装待てそうだけどなクレイジーどうなんだろう確かに無敵めっちゃ短いですからね。さあハイビギバイソンがかなりいい感じでいい感じですね。噛み合ってますね、うん、封じ込めている。うっとさあこれは完璧な試合展開か。おハイビギが強い。これで、あとこれはやはり出すのを間違えてたか。やはりピロシではなく先にヒデが行くべきだったような気がします。結果論さあ残るはハテコンとヒデ2人ですね。あとさあハテコンはバイソン嫌いなんでヒデに行ってもらう。しかし大将ハテコンどうなんですかね。 A チーム相手には先ほども西野さんが大将になりましたが竜残り気味竜持て余し気味使いどころが難しい。さあうーわクレイジーでいやーあの距離で大丈夫だろ。あの距離だと戦力もありそうな気がするけど。さあこれはこれはゆうべが出番。あーさっきあったか。うわやめたところになりそう。これビリうまいんですけどどうなのこれ。あー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 とコンボいかず。いや今の中リックおっしゃいましたか。削ってさあまだこれ火でありますね。戦列があるんでさあビリはゆっくり戦っていいんじゃないかな。これ以上も戦列貯めるクソもな貯めるもクソもないんでね。おあ痛い。うわヒデ仕事できず。これはちょっと俺出番ならそうですね。もうこれハテコンがねもうバイソンやりたくない。あ一回でとりあえずさあ破天荒さん残り残ってるのか。さあ1回でいいのになぜか何回も連打したぞ。ビニで終わらさせないというこの嫌な帰りの破天荒さんの俺に流せろという気持ちが感じましたね今。ビディ負けろと俺がやるという強い気持ちを感じました今。うわしかしハテコンはバイソン嫌い。あバイソンなんか大嫌いなんだ。ああまずい。あしかし投げてもあんだけしか減らない。うわうわ届いちゃうんです。これはオツなのか A チーム。ゆうべがもう2回目は出番がなく終わってしまうのか。うー危ない危ない。いや痛い飛びが入る。いや端っこに打ち込まれている。あ痛い。おっと台入りそうだったか。ダイパーお疲れ様でした。いや強いっすね。 A チーム強かった。 A チーム強かった過ぎた。まあ、でも B チーム負けそうでしたけどね。そうなんですね。 A 対 B の時は A チーム負けそうになってましたからね。まあ、C チームはね闘魂さんが活躍したのがでかかったですね。うんさあということで
A チームが優勝です。はい、お疲れ様でしたと。